シャルル・ピエール・ボードレール、1821年4月9日から1867年8月31日は、フランスの詩人、評論家である。自画像、ジョゼフ・フランソワ・ボードレールの息子として、パリに生まれる。ジョゼフは、パリ大学で哲学と進学を学んだ司祭であったが、後に職を辞し、芸術からと交わるなど、芸術に深い関心を持っていたという。 第一訂正下で上院議員の議長を務めるなどした人物でもあった。晩婚のジョゼフはボードレールが6歳の時に亡くなり、その1年半後、まだ若く美しい母カロリーヌは将来有望な軍人、オーピックと再婚する。ボードレールは母の再婚に深く傷つき、生涯エディプスコンプレックスと言うべき鬱屈とした感情を抱えることになる。もっとも、ボードレールは高校まで、 養父の望みにかなう優等生として努力していたという。実際、彼が通った、リオンのルイルクラン高校は、エコールノルマル・シュペリウールの合格者を多く出しており、いわゆるエリート高校であった。ここで彼は、決して劣等生ではなかったし、しばしば成績の上位者にも入ったことが、クロード・ピショワラの評伝によって確認されている。しかし、最終学年、ボードレールは、 哲学級で教員と問題を起こし、中退する。その後、別の高校で高校卒業の認定を受け、パリ大学の法学部に席を置く。しかし彼は法律を勉強した気配はなく、文学者になると称し、上昇志向の強い中流階級の家族を失望させる。ボードレールは20歳になると、暴婦の遺産を引き継ぎ、中流の家庭にとって身分不相応な散財を行う。 財産を使い果たすことを恐れた親族らによって、1841年6月、ボードレールは半ば強制的に遠洋公開に出される。アフリカの希望峰を経由し、インド洋からアジアに向かうというものであったが、嫌気が差したボードレールは途中で下船し、旅半ばで舞い戻ってくる。以後、晩年のベルギー旅行を除けば、彼が海外に足を伸ばすことはなかった。これは、 ゴーティエやネルバルといった当時の文学者らの多くが旅行家であったことを考えると驚くべきことである。ボードレールの施策は20代に大半が書かれたと言われる。しかし彼が最初に文壇に登場したのは1845年観点の美術批評家としてである。1845年のサロンから1846年のサロンにかけて彼は ロマン主義画家のドラクロワを新古典派からの攻撃に対して擁護する。もっとも擁護という表現は必ずしも事実ではない。厳密に言えば、その当時すでにロマン派と新古典派の対立は下火になっていたのであり、ドラクロワはアングルと並ぶ巨匠とみなされていた。近年の研究者らはボードレールがドラクロワに被護してもらうことを期待したのではないかと見ている。以後、 美術評論は1855年の万国博覧会、1859年のサロンと続くが最大の功績はコンスタンタン・ギースを論じた現代生活の画家においてモデルにての概念を提唱したことである。ボードレール以前にも詩人が美術評論を書くということはままあったが彼の美術評論は後年の詩人らに影響を与え、 詩人による美術批評は、ラフォルグ、アポリネールへの系譜とブラジルとみなされる。またエドガー・アランポーを翻訳、フランスに紹介した。ダンディとして知られ、老夫の遺産をもとに、散財の限りを尽くし、純金地産者の扱いを受ける。その後は、死ぬまで貧窮に苦しむこととなる。ルヨーギュスト・ブランキの中央共和派協会に入会し、2月革命には、 赤いネクタイを巻いて参加。レアリストがカクールベラと友好を結び、プルードンと会う。生前発表した唯一の詩集、悪の花が摘発され、そのうちの六編が公序良族に反するとして罰金刑を受ける。後に第二版を増法版として出版し、詩人としての地位を確立した。その非歪的、単美的、廃墟的な内容は後の世代に、 絶大な影響を与えることとなる。特に現実と理想の溝から生じる、作品にあふれる絶望感と安入意は、一種の大敗的な時代の病を強調している。陰文詩集発表後、彼は三文詩と呼ばれるジャンルに、新たな指摘、可能性を目指し、執筆を続ける。生前は、作品集としては日の目を見なかったものの、後に、パリの憂鬱として出版された。 今なお多くの示唆にあふれる内容となっている。ボードレールは死という文学空間の可能性を最も早い時期に提示した詩人であり、彼の後に続くランボー、ベルレーヌ、そしてマラルメラに決定的な影響を与えたことから近代詩の父と称される。また、批評活動でも優れた功績を残している。特に、 現代生活の画家の中で展開されるモデルにての理論は19世紀フランスのキータームであり、彼以降の詩人たちは、それぞれのモデルにてを探ることとなる。1848年の肖像が肖像画母ヒギフ、シャルル、母、カロリーヌの順に、生没年月日を刻んでいる。チャールズ・ボードレール・フレンチ・オーサー・インスイクロープディア、ブリタニカ、ボッツ・ゴカの第3班、序文で、 ボードレール論の古典、ボードレールが最大の談笑項目、ボードレール論は多く日本語訳がある変役、ボードレール語録がある。ありがとうございます。